はい、こんにちは、皆さん。始まりました巫女物語です。いつも見ていただいてありがとうございます。前回に引き続き今回も結城紗衣子さんにいろいろお話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。前回はいろいろな食料品、特に朝食べる朝食に関してどのような健康的なものを食べているかっていうのを説明してくださいまして、それで一番最後にですね、トッピングとして発酵したものをっていうふうにおっしゃったんですけど、もう一度そこを教えていただけますか。椎茸でしたっけ。はい、ですね、毎朝サラダにトッピングしているという、干し椎茸で作る乳酸菌発酵漬けというものがあります。なんて言っても食物繊維が豊富なので、便通が良くなるんですね。で、ちょっとうまみのある酸味っていうような感じで、すごくこう毎日食べてても飽きが来ないんですね。で、これというのは本当にティースプーン1杯を朝トッピングするだけでいいんですけれども、そこにですね、乳酸菌の作用が、加わるってところでいうと、腸内の、改善、それから免疫の活性化、あとは血中のコレステロールっていうのが低くなるっていうのが、合わさるんですね。なので非常にたったティースプーン1杯を毎日朝食べるだけで、そういう効果が出るっていうところになって、この作り方を簡単に教えていただけますか。はい、干し椎茸をですね、まず 30g 粉にするのではなくて、5ミリ角3ミリ角ぐらいのほんともちっちゃい、風に砕くんですね。で、熱湯消毒をしたガラスの瓶付きのガラスにですね、1カップのお水、だから 200cc のお水に 5g のお塩、自然塩ですね、でそれを入れて、塩水を作ります。さーっと振って、でそこにその細かくした干し椎茸を入れてキャップをしてガーッと振るんですね。で振ったら蓋を開けてのっけとくだけで、そのまま常温で一晩、一日置いとくんです。で出来上がる。それだけですか。で、それをできたら、キャップを閉めて冷蔵庫に入れていただければ、大体2週間ぐらい、で食べきってもらうっていう感じでやっていてもらえれば、で、あとは冷ややっことかの薬味として、ちょっとね、うまみがある酸味なのですごい美味しいのでね、そうに食べてもおすすめです。旦那さんの効果はどういう感じでしょうか。はい、ですね、毎朝、主人は、体重を測り、それから、血圧を測って、で2日に1回、血糖値を測っております。それから、体重と一緒に 体脂肪率も測ってるんですね。でそれをずっとスマホのアプリに入れていて、でそれを私が全部自分でデータで取っているんですけれども、痩せる前というのが、スタートしたのが83キロ、血糖値も、食前になるんですけれども、大体140とか、で血圧も、上が130オーバー、下も、もちろん90オーバーっていう感じですね。高いですね、結構。それ、はい、でそれを薬で抑えてるみたいな感じ。でそれが、目標で、20キロ痩せたんですね、最終的に。すごい。でその20キロ痩せて、今63キロから62キロ行ったり来たりしてるんですけれども、でおかげさまで、服用していた血圧降下剤と、それから糖尿病の薬がなくなったんです。おー、すごい。それは食料品で食料でもう治したってことですよね、ダイエットで。すごいですね。3食それからおやつも私作って食べてもらってるんですけれども、きちんと、消費カロリーと摂取カロリーのバランスをとっていれば、太らないし、でちょっと食べ過ぎたってなると、ちょっとね、
あの食事のコントロールするだけで翌日戻っちゃうんですよ。へー、マジックみたいですね。もう魔法ですよね、もう本当に、うん、もうこうなっちゃうと楽ですね。大きく違うので、ね、足の爪が切れるようになったんじゃないかな、自分で。あ、そこですか。お腹がつかえてて切れなかったって感じですね、昔はね。だって20キロのお米を毎日こう抱えて持ってるのを下ろしたって感じですよね、その体重の違いっていうのが。20キロってすごいですよね。だから本当にあの気をつけて徹底してやらないとそこまでできないですね。そうですね、やっぱりあの2人で始める時にはかなり気合を入れたとか、これが最後だよねっていう感じで、あの約束してというか、特に主人が、うん、あの心を入れ替えてじゃないけど。そうですよ、だってお家でね、そんな食べても外行ってなんか他の食べちゃったら おしまいですもんね。もうそうそう、そういう感じなので、あの一回痩せちゃうと血圧そんなにあの、塩分さえ気をつければそんなにグッと上がらないんですね。なんだけど血糖値はどうしても炭水化物の摂取ですごくこん、あの左右されるの で、 で、ね、あのおやつもやはりあのと血糖値が上がらないようなものを、例えば全粒粉でクッキーを作るとか、うん、で例えばお芋でもあの、じゃがいもでもさつまいもでもあの温かいものって GI 値って高いんですよ。なので冷ますと GI 値って低くなるので、はい、同じお芋のおやつでもあの冷めても大丈夫なものを作ったりとか。あ、じゃあここで GI 値の説明をしていただけますか。GI 値簡単に言うと、はい、血糖値の上昇を、表す数値のことになります、はい、なので同じ食材でも、例えば、あったかい、例えば、さつまいもだったら焼き芋、はい、焼き芋を食べると血糖値の上昇がグイッとこう食べたらすぐグッと上がっちゃう。でそれが冷めたものであれば、うん、同じ食材さつまいもでも血糖値の上昇が穏やかに、あのその中でもじゃがいもよりまあ、さつまいもが良かったり、もっと低いものだと里芋、うん、里芋があの比較的低かったりっていうのがあるから、あのその同じ芋でもね、あの食べるのをちょっと気をつけるとかっていうのは、あのそういったものをちょっと調べてとるといいかなっていう感じ。じゃあ今日もいろいろいろんなためになる情報ありがとうございました。はい、いえいえ、とんでもないです。で、またあの次回もよろしくお願いします。いろいろ今回は朝食編ですとか血糖値ですとかを下げることを教えていただきましたが、他にもいろいろあると思いますので、次回もまたよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では、ゆうきさえこさんでした。巫女物語を見ていただいてありがとうございました。よろしかったら登録ボタン、そしていいねボタンの方もお願いします。いろいろこれからも皆さんに役立つ情報をトスしていきたいと思います。あとファイナンス関係の方も今後計画しておりますので、よろしくお願いします。はい、失礼しました。